形式図3前後型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道省に在籍した、タンク式蒸気機関車である。元は、カラフト町鉄道が、1912年9月に、アメリカ合衆国のアメリカンロコモティブのクック、工場から一両を輸入した、車軸配置2から6から2、二気筒端式の飽和式蒸気機関車である。水槽を、ボイラーの上に、 クラカたちに乗せたサドルタンク機で日本のサドルタンク機としては最大のものである。運転室は当初側面に大きな開口部を持っていたが国間地での使用のため開口部を減じガラス戸と扉が設けられた。本社は予算の関係か1914年3月31日までは輸入代理店の三井物産所有として借り上げ使用されたが 同年4月1日に正式購入し、カラフト町鉄道の所有となった。形式番号は1型と称し、これは1943年の南カラフトの内地編入に伴う鉄道省移管まで変わらなかった。鉄道省移管後は3 0 0号型に改称された。この機関車は、 基間 600mm の軍用鉄道を内地と同じ基間 1067mm に改めきする工事用に導入されたもので1937年には北猛火に配置されていたのが確認されているその後施設部シスカ派出所の配属となりカラフト東線のシスカキトン艦の延伸工事に従事した1945年のソビエト連邦軍による カラフト占領により接収され、その後の消息は明らかでない。ありがとうございます。